皆さんこんにちは、ツインサウンドファクトリーの堤千代治です。今日はですね、一つの質問をピックアップというよりも、皆さんから結構いただいている、質問に一つ答えようかなと思います。それに行く前にですね、またちょっと A パターンと B パターンを、やってみるので、そちらを聞き比べてみてください。どうぞ。君と出会った奇跡が、君と出会った奇跡が、A パターン、B パターン、どちらが聞いてて心地よかったでしょうか。これはまた賛否両論があるかなとは思うんですけど、一つ、技術を入れているんですが、皆さんお気づきでしたでしょうか。それが今日のお題のしゃくりっていう技です。すごく簡単に言うと、小学生の歌とプロの歌、極端にですよ、極端に言ったらそういう歌です。しゃくりっていうのは、ここの音を出したいって言った時に、1個手前ですよね、手前の音がこの音階より下、ここからしゃくり上げるっていう意味で、例えばこの音がうーっていう音で、こっちがうーって音、うーっていう音だったら、こっちの音から始発ですよ、始発、終点ここです。こんな感じです。これが入ってたのが B パターンでした。 A パターンにはしゃくりがなくて、 B パターンにはしゃくりがあったんですね。しゃくりが入っている方がうまく聞こえたはずです。じゃあ実際にどこに入っていたか、ちょっと一緒に確認しましょう。君とで、わかりました。君とで、これですね。これがしゃくりで、これが入ることによって、おー、うまいなこの人っていう風になると思います。で、やり方のコツなんですけど、この場合だったら4つ文字がありますよね。君とで、で、君とでなんで、での音階に到達したらそのまましゃくり上げる。ちょっとゆっくりやってみます。君とで、君とで、こんな感じです。で、入れる場所なんですけど、これは結構そのアーティストだったりとか個人で結構変わってくるので、実際に音を聞いてみて、あ、ここに入れるんだなとか、自分で調べてみて、研究をしてみてください。一個言うと、高い音に対してはしゃくりが使われていることが多いです。ぜひしゃくりを知らなくても、知っててもちょっと意識してみて、やってみてください。その他質問はコメントへお願いします。